赤ヘル1975は、重松清の小説。小説現代で2011年8月号から2013年7月号まで連載され、大幅に過筆修正した上で2013年11月27日に、講談社から単行本として刊行された。1975年、広島市への原爆投下による大空襲被害から30年が経過したこの年、 東京から一人の少年、マナブが広島市に引っ越してきた。この年、広島東洋カープはいわゆる赤ヘルと呼ばれるユニフォームにイメージチェンジを図るが、開幕10試合の段階では4勝6敗と、わずかに負け越しており、悲願の優勝への奇跡が始まろうとは誰もが気づかなかった時だった。この頃からマナブは広島で野球少年のヤスと新聞記者を目指した。 雪男たちと触れ合う。そして、広島の街は、カープ初優勝フィーバーが巻き起ころうとしていた、橋本学片桐康久北山ゆ男橋本勝幸、沢口まりこ小柳瞳横山正蔵、横山、菊江沢口広志林田忠義竹林先生、瀬能さん原田さん酒屋のおっさん、片桐智子片桐恵子徳山広志氏。 寺島利用店のおじさん広島原爆投下記念日70年目に、当たる2015年8月6日12時14時55分に、中国放送、RCC ラジオにて生放送された。終戦70周年に当たり、被爆地、広島に勇気と希望を与えたカープの活躍を通して、平和の尊さと、広島に野球文化が根付いたことを後世に伝えるという、目的で放送され、 少年少女たちは、広島県内の小中学生の演劇部員らからオーディションで出演した。文化庁芸術祭第70回芸術祭賞ラジオ番組部門賞を獲得した。ありがとうございます。